今日はイルカアートを描いてみたいと思います。少しずつ説明していきます。はい、こんにちは。今日はパステルアートでイルカを描いてみたいと思います。ではこの100均のパステルを使って描いてみたいと思います。まずはステンシルを作ります。で、今日は3種類のイルカを描いてみました。少しずつ大きさや形が違っています。そして丸や光のステンシルも作りました。で、これをこのラインに沿ってカッターで切っていきます。で、そのカッターで切ったものがこちら、このような形で切りました。そして丸やの輝き、光に使用するステンシルも使っていきます。はい、ではまず色を削っていきたいと思います。ブルー系統とと少し白、削ります。そしてグレーと黒も削っておきましょう。はい、ではコットンを使って色を塗っていきたいと思います。まず水の中の様子を色で塗っていきます。水色、青系を塗っていきます。まず水の中の様子を色で表現していきます。はい、色塗りができました。ではイルカを表現していきたいと思います。まずは3種類のイルカを今日は使ってみたいと思います。で、まずはこの辺りに入れていこうと思います。で、画用紙を自分の消しやすい方に持っていって、まず全体的に消しゴムで消していきます。消すことができたら、そのままステンシルは動かさずに、先ほど削ったグレーを使って、色を入れていきたいと思います。見てみると、このような感じになります。では続いて小さい方のイルカを入れていきたいと思います。でも全体的に消します。そして今度は
黒色を入れていきます。続いてこの辺りに入れます。はい、できました。では続いてまた消して先ほど青水の色で削っていた青の濃い方ですね、インディゴをちょっと入れていきたいと思います。今度は全部を消すのではなくて少しだけ姿が見えているっていうのを入れていきたいと思います。さらにこの辺りにも入れていきたいと思います。できました。では次にこの丸のステンシルを使って消していきます。薄い感じやはっきりした感じ、いろんなものがあって良いと思います。これもランダムに消していきます。時々消しゴムではっきり消してもいいと思います。はい、丸を入れることができました。では次にこの光を入れていきたいと思います。このあたりに入れようかと思います。でまずはまっすぐに入れて、で画用紙を横向けていいので十字に入れます。そして斜めに入れます。そしてまた斜めに入れます。こちらにはちょっと大きめの光を入れていきます。これで完成になります。ではテープを剥がしましょう。はい、では剥がせたらサインをします。でサインをしたら最後の色止めにフィキサーを振ります。はい、これでイルカアートの完成です。